はいどうも、タコです。えー、今日のこの動画が、えー、2020年最後の動画になります。まあ、いろいろあったんですけど、今年の初め、まあ、母親と絶縁するっていうところから始まって、結局、ちょっと親戚の不幸があって、そこで一回やったっきりで、まあ、そこからもう会ってないんですけど、まあ、今年のお正月もまあい、行くと。 こととはなないかなと思うんですけど、ね、まあ、やっぱり、あの、ヘイズマくんが、まあ、今年、逮捕されたっていうのも大きかったし、ミュージシャンがね、YouTube を、こう、やり始めて、もう、俺の、その、全然今まで知らなかった世界の人たちと、まあ、出会い た、というところで、ま、いろいろ勉強させてもらったなぁとは思うんですけど、まあ、特に今日ね、あの、本当に喋ることも何にも決めてなくて、まあ、もちろん、線に到達して収益化に行ったっていうことも自分の中では、まあ、嬉しいというか、ちょっとびっくりしてるところもあるし、来年、あの、もっとおそらく面白いことが起きると思います。来年、 まあもうあの今年よりも面白い話がもっとたくさん出るんじゃないのかなっていうふうにまあ,まあ思ってるんですけどいろいろ勉強させてもらって YouTuber っていう人たちと出会ってうんミュージシャンって基本的にその自分を売るのが割とねええまあおうというかまあそういうのが苦手な人が多い中で自分たちを売りたい売ろうとするっていう人たちがまあ YouTuber だったのよね。結構そこのところが、まあ面白かったなっていうふうに思ってるんですけど、なんだろう、その、自分自身がこうやって動画を、まあね、本当ただ酒飲んだ後に思ったことを喋ってるだけの中で、いろんな出来事がたくさんあって、で、いろいろ批判もされて、 YouTube をやり始めたっていうのももう2年前の話ですけどね YouTube をやり始めたライブハウスをやったっていうところでえー、まあ一部の人たちからたくさん批判も浴びた中でまあまさかこんな時代になるとも思ってませんでしたけどこそれがそれこそもう1年とかじゃなくて本当数か月ぐらいの単位であの当たり前のようにねミュージシャンでも え、ライブ配信をしたり、YouTube をやったりだとか。まあ、でも結局ほぼほぼの人を多分もうやめたんじゃないのかなというふうにまあ思うんですけど。俺がね、一番こう、今年2020年一番伝えたいこと、いろいろあったけど、いろいろあったけど、一番伝えたいことは、今だとこう、YouTube でライブ配信もできるようになったりして、えー、まあやってますけど、まさかね、こう人から、あの、これやってください、あれやって、 ください。だとか、えー、好きですとか、まあ、批判だけじゃなくて、そういった意見をもらえるようになって、すごく不思議な気持ちではいるのよね。で、まあ、まだ、1000人とかなのに、まあ、コメランに、どこそこのマクドナルドでウーバーイーツやってるのを見かけましたとか、コメントが入ったりだとか、ちょっと、あの、びっくりしたとか、まあ、俺にとっちゃすごく嬉しい話で、 家族と言いない限りは声かけていただいても全然、あの、まあ、ちょくちょくですけど、うばいつやってるのは、うん、あの、声かけていただいても全然いいですし、どっかで見かけ、一人であれば声かけていただいても全然嬉しいんですけど、まあ、そういった人にこう、求められて、<laughs> すいません、求められるっていうことが今までそんなになかったから、 それが、あの、本当に今年一年、すごく、え、嬉しかったというところですかね。本当に感謝というか、うん。まさか、あ、そんな風に見てくれてる人もいるんだなっていう風に思ったのが、まあ一年、嬉しかったことで。まあ、どこ、本当に今日特に何も喋ろうっていうことを決めてなかったから、ただまああの、見てくれる人が、えー、まあ増えてというか、うん。そうやって言ってくれる人が増えたことが、 まあ俺にとって一番嬉しかったのかと。うん。で、来年は本当にさっき言ったように、まあいろいろあります。いろいろ考えてます。で、えー、やっぱりこのノンフィクションでやってきてるチャンネルだから、そもそもが。ノンフィクションしか届けてないというのが、えー、まあうちのチャンネルの、まあうちじゃ、そんなコンセプトも決めてはなかったんだけど、ね、最初。まあ結果そうなったというか、 あのー、いろいろとこう段飛ばしをしようとしてる人たちをもうあの見てますけど、やっぱね、俺の一番自慢ができるところって数字じゃない数字じゃないですよね。残念ながらね。けれど、コツコツやってきたから、あのー、そうやって、それなりに見てくれる人たちも増えたのかなっていうふうに思ってて、来年はもしかしたら段飛ばしが、 できる準備が、やっと土台ができたかなというふうに、まあ思ってます。うん。まだ確証とかはそんな全くないけど、そんな、そんなあれだけど、まあいけるんじゃないのかなっていうふうに実は思ってて、まあちょっとその辺は楽しみにしててほしいなというか、やっぱ YouTube をやったおかげでいろんな人脈もできて、えー、取材も受けたりだとか、仲良くなった記者さんもその中でもいますし、 いろんな人脈ができて、いろいろ、その協力してくれる人たちもたくさん増えたので、まあただ、えー、俺の、その、そ、そもそもの目的が、やっぱライブにお客さんが来てほしいということなんで、もちろんあの、音楽活動の方ももう少し増やしたいなというふうにも思ってますし、まあちょっとその辺ね、でもあの、えー、誰も来なきゃやらないから、そもそも。うん。あの、むやみやたらにライブを組むことはまあまずないと思うんで、 そのあたりもまあ考えつつ音楽活動をまあメインにできるぐらいまあ人気が出るようにまあ頑張りたいなというふうに思ってます。まあ、なんかね、ちょっとあの細かいことをいろいろ喋ろうと思ったんだけど結局最終的に出てきたのは皆さん本当に2020年ありがとうございました。ということでまあ来年ちょっといろいろと楽しみにしててほしいなというふうに思います。はい。ということで皆さん良いお年をたらこうじでした。